はい、こんにちは、忍者鈴木です。バンクーバー留学、演技留学、もう50日目過ぎてる、50日は過ぎてるんじゃないかなと思います。はい、いろいろできてます。めっちゃ焦っています。疲れすぎてね、昨日一昨日とめっちゃ寝てて、11時間以上寝て昼寝もしてっていう感じなんですけれども、まだ疲れています。まあでもたくさん寝たことによって声優の仕事が滞っているのが一番やばいっすね。はい、やばいっすね。はい、各長にごめんなさい、申し訳ありません。はい、演技の学校も一つ減らしました、やばすぎて。で、今日は反省点はカフェイン取ってなんか頑張って作業したんですけど、やっぱそれも寝ずに、ちゃんとカフェイン取らずにちゃんと寝て置けばよかったなというふうに思っています。やっぱ体調管理大事ですね。はい、余裕ないんですけど、7月28日スカイカナタさんと一緒に、バンクーバーで SNS 系のイベントやりますので、まあ、よかったら、来てみたり、興味持ってください。またねー。